ばんは、電気屋 YouTuber です。前回上げた動画がこれ、このね、動画90度とか測る便利な、配管キットの作り方っていうことをやったんですけど、今日はね、これの使い方も兼ねて、前やったのがワンノーマルっていうんですけどね、僕らの業界ではワンノーマルの寸法の測り方と作り方っていうんですけど、今回やるのはノーマルノーマルって言って、ノーマルをまたノーマルでする。これちょっと難易度上がるんですね。まあでもやり方さえ分かれば簡単なんで、今日僕が説明していきたいと思います。では寸法の取り方からいきますんで、こちらの方お願いします。今日ね、ちょっと設備が簡単なやつなんですけども、どういう配管をするかと言いますと、こういうね、ここに配管ここまで来て、ここから曲がってこういう配管になる予定です。ではまず立ち上がりから、これがね450です。この下から上が450ですね。で、この壁からこちらのここまでが700です。ここからここが700です。で、こいつがここまで行くんですけど、その寸法が600です。これをね、まず絵に描いていきますね。立ち上がりかなと俺分かれへんわ。立ち上がりの絵でどうやって描いたらいい？立ち上がりの絵？こんなわけね、平面図。この絵ってどう描いてくれへんかな。シャッターがあって、シャッター、シャッター、これがシャッターですみたいな、うんうんうん、で、これがめっちゃ見にくいな、でもこれ難しいな、700ですとか、うんうんうん、で、ここからここは600ですみたいな感じでいく、うん、はい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 、って感じなの、もしやるならばぐらいしか、だから斜めから見てる絵じゃなかったら難しいな。オッケー、これ見ながらやるわ。おここからちょっと分かりやすく絵に描いていくんですけど、まず立ち上がりですね。で、ここにシャッターがあったんで、まあ、シャッターがこうありますね。僕ちょっと絵下手なんですけど、この上から下までが450でした。ここから言ったらここまでが450ですね。で、この部分ですね、この部分が700でしたね。で、最後にここからここの部分ですね、ここが600でした。今から実際に作って、配管を作っていきたいんですけど、ノーマルノーマルが難しいのは、僕ね、この前の動画でこの450を作る場合でも余裕を見て長めに切ったら、まあ、失敗することはありませんよっていう説明をしたんですけど、この一発目に関してはね、長めに作れますよね。でもここの二発目に関しては長めには作れないですよね。もうピタッと数字を出さないとダメなんで、まあ、そのね、出し方も含めて今回はやっていきます。まずはね、この民会法の450から作りますね。まず450のところに印をします。で、この前の動画で僕は190バックと言いましたね。で、このベンダーがなんぼで曲がるかっていうのは分からないと言いましたよね、ベンダーによって。なので190でバックしてるんですけど、今回はね、ちょっと大げさにね、50バックした140のところで折り曲げていきます。これでね、このベンダーは大体何個なのかっていうのが計算できるんで、曲げていきますね。まあ、ここにね、先っぽを前も言ったように合わすんですけど、やっぱ人間の目で見てるんで、ここで 1,2 ミリね、ずれたりあるんで、100本折って100本同じもんが作れるわけではありません。で、ここなんですけど、よくここをね、まあ、女の子というか力が弱い人は左足をあまり強く踏んでない子がいてるんですよ。そんなここが浮き上がってくるんで、でっかいである日になって長くなってきます。
ここはね、ちゃんと踏んでください。こいつのデッドですね、ここに当てます。まず長い方をね、ピタッと合わせてください。で、この配管がだいぶこっちに来てるのが分かりますよね。ってことは、こう折り曲げすぎなんですよ。直していきますね。これのやり方が見たい人は僕の前の動画を見てください。カットやな、これは。これでね、今90度が出ました。で、この紙に戻るんですけど、このね、必要な450、長さが500やったんで50の誤差が出ました。ってことは190から余裕見て僕は140バックして切ったんですけど、その50が誤差が出たってことは190で正解やったってことですね。だから次も190で作ります。で、次がここの700の部分なんですけど、ここですね、ここからここが700ですよってことです。これを曲げるんですけども、190バックします。はい。では実際に曲げていきますね。これ曲げるんですけど、こっちはこういう形になってるんですけど、こっちはこう曲げないといけないじゃないですか。だからこれをこう曲げるんですね。なので、マジックをね、360度って書いておいたらいいですわ。ここをね、いつも通り合わせてください。後ろから取ってくれる。これ気をつけないといけないのが、例えばこういう状態で曲げてしまったり、こういう状態で曲げてしまったりしたら、この状態で、ね、曲がってしまうんで、ちゃんとね、横に合わせることです。僕は今一人なんでざっと目で見てやってますけど、もしもう一人ね、相番の人いたら、横から見てもらうとか、見てもらった方がいいと思います。まあ僕はこれでいきますね。曲げが足らなかったんで、このマジックの印のとこにもう一度合わせて曲げます。足りひんパターンじゃん。曲げが足らんな、うん、曲げすぎた曲げすぎた時はもうこれ突っ込めないんで、もう19ぐらいでしたら手でいってください。またカットやんこれ。失敗しとったら落ちた。これでね、やっと90度が出ました。ほんなら今から説明していきますけど、ここのね、今700を作ったんですけどね、これが横になってるんで難しいんですけど、どうでしょうか。700ね、出てますね。今バチッと当てて、ここが600必要だったんで、ここですね、ここが600。これ実際で切っていきます。今日はバンドソーもびっちり充電を用意しました。ここがね、さっき毛がいた50長かった部分ですね。これで寸法通り出来上がったと思います。で、実際に出来上がったのでこれを合わせに行きますね。どうでしょうか。バチッとノーマルノーマルっていうのができました。まあこんな感じで
まあこんな感じで、あの初めは戸惑うと思うんですけど、慣れたらすぐできるんで、皆さん頑張ってみてください。これはちょっとあの、なんていうんですかね、邪道な技になるんですけども、この700の数字が短かった場合、690であったとか680であったりとか、20ミリぐらいまでならごまかせるんで、その技を教えます。今これ寸法がバチッと出てるんですけども、カップを使うんで見た目はちょっとだけね悪くはなるんですけど、もう配管も現場にないと、でもカップはある、20ミリ失敗した、もうなんとかしなあかんって時に使ってください。今切ったんですけど、これが繋がってた状態としてください。20ミリ短いですよね。これのあの応用編といって、あの僕はそんなにしないですけど、もうどうしようもない時ね、こういうのやってる人いてるんで、ぜひ参考にしてみてください。このカップのビスってここまで来てますよね。マジックで印したんですけど、ここって19のカップで3センチ、30ミリ余裕があるんですよ。ってことはこれをうまく使えば30ミリならごまかせるんですね。ここからここがマジックのとこがだいたい13ミリですね。13ミリのところに印を入れます。これをまず締めます。あとはこっちを合わしたい寸法のところで、今ね寸法がちょうどあったんですけど、これで締めてもらったら、配管が短かった場合にこういう応急処置ができますので、まあ、裏技的な感じで使ってみてください。こんな感じで今日はノーマルノーマンの作り方を教えました。ちょっとね、あの新人さんにしてはレベルが高い構造にもしかしたらなったかもしれません。ちょっと絵もね描きにくいんで、僕の説明も下手やったかもしれないんですけど、まあ、ゆっくりね落ち着いて考えてもらったら分かると思うんで、何度もね練習して現場で役立ててもらえたら僕は嬉しいです。もしこの動画を気に入ってもらえましたら、チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。